ビーアトレザーのボビーです。今日はですね、天気が良かったのでね、万博公園の方に、向かってます。ね、あのカメラを持ってですね、今日は X プロ2と XH1 と持ってですね、梅を撮りたいと思います。ね、こんな感じで。まあ今日これ初体験なんですね。この iPhone のどんな感じで撮れてるか、下のマイクも一応つけてるんですけどね、そんな感じで、撮れてるのですね、ちょっと実験も兼ねて、今日は、収録してますね。ここはいつ来てもすごくいい感じですね。アトリエからちょっと電車乗っただけでですね、すごく、気分転換になるというか別世界に来れるんでね、ちょっと昼間だけでもね撮ってまして、あの雲一つない空ですんでね。はい、さっきね万博公園に入ってきました。ね、太陽の塔がいい感じですね。出ました、太陽の塔です。こんな感じですね。今日はとても暖かいですね。昨日までとは全然違います。ここ見た方がいいかな、ね、太陽の塔です、ね、この太陽の塔を見てですね、とてもパワーをもらいますね、はい、とても大きいです。さあ、それでは大園と入ってきましょうか。すごい梅が綺麗です、非常に綺麗です、ね。これからですね、カメラを持ってですね行きたいと思います。どうも、梅の花が綺麗に咲いております。これから大園に回っていきますけども、まあ、あの梅のところ着いたらもうカメラ、ね、あの一眼レフこっちを使いますんで、これは片付けますけどね、まあ、初めてのこの Vlog っていうのをね、これ iPhone で撮ってます、とてもいい香りがしております。